おはようございます、長野市議会議員のオレンジのおっちゃん小泉一馬、今日も街頭演説やってきました。長野市がね、残念なことでちょっとニュースになってしまってますね。参議院議員選挙の期日前投票で投票用紙をね、誤って渡しちゃった方44人も発生してしまったということです。比例区のとね、県議会議員選挙、なんで県議会議員選挙の票と間違って渡すのかと思っちゃうけど、間違って渡しちゃって投票しちゃって、もうこれ取り返しつかないらしいですね。小泉一馬、それ有効票にすればいいじゃんって言ったら、いやいや投票しちゃうとダメなんです、そっか、じゃあもう一回やり直せばいいんじゃないって言ったら、いやもう一回しかできないことになってんだ、投票は、投票のし直しもできないってことで、それじゃあ何かもう間違い損ってことなんですか、そういうことなんでございます。これまあね、さすがにね、その県のね投票用紙の管理ちょっと問題あったんじゃないですか、ちゃんとしましょうねってことは、小泉一馬その電話かかってきたんですよ、事前にね、記者会見する前に電話かかってきたんで申し上げましたけれども、まあちょっとね、こんなことで長野市もニュースになって、ちょっと残念ですよね。で、小泉一馬もね、投票に行きましょうねって街頭演説で呼びかけるんですよ。県議会議員選挙の時もね、参議院議員選挙の時も今回もそうだし、そして9月に迫った市議会議員選挙も、皆さん3回も今年あるけれども、どうか投票行ってくださいってやるんですよ。9月15日3連休のど真ん中だけど行ってくださいねって言ってもらって、間違って投票しちゃってっていうことになったら目も当てらんないですよね、本当にね。でこれね、皆さんもね、小泉からちょっとお願いですけども、選管ね、信用しないでください。選管は信用していただきたいけれども、やっぱりヒューマンエラーっていうのはどうしたって、ね、発生しますよ、人間やってんだから。中にはとぼけたやつだっているんですよ、しょうがないですよ、一定の割合でね、ミスは発生しちゃうんだから。でクロスチェックしてね、絶対ミスがないようにしろよって言ったって出ちゃうんですよ。まあ出した方々にはそれなりの責任を取っていただくことになるんだと思いますけれども、まあそれにしてもね、投票用紙もらったら本当にこれ市議会議員選挙の投票用紙かとかね、あるいは参議院議員選挙の投票用紙かって、よくよく自分で自己防衛することもね大事だと思います。チェックしてください、チェック、見直し点検やってくださいね。でついでにね、投票用紙に名前書いたらそれも見直した方がいいですよ。なんかね、間違ってたら無効票になってもねいけないですから、ちゃんとここにね貼ってありますから、投票所の前に名前が、ちょっと名前合ってるなって、投票用紙、その何、自分の書いた音を 見比べね、照合した方がいいと思います。まあそれにしてもね、44人の方本当にね、お気の毒としか言いようがないですね。もしこれ小泉だったらね、もう損害賠償請求を起こすと思います。もうそれぐらいの事案だと思います。長野市もピリッとしていただきたい。間違いあるのは分かるけれども、備えていただきたい。今朝の新米見るとね、言ったじゃねえかこれっていう、そういう記事も載ってましたよね。これちょっとなんかいつもと違いますねってこと言ったけど、あ、いいんですよ、書いてくださいって、そんなような問題だったって今朝の新米見るとね書いてある。残念至極なり。まあそれはそれとして、投票に行ってください皆さん。そして自分でチェックもしてください。お願いします。